前原高校で開かれた紫外線対策講座は、屋外での活動時間が長い運動部の生徒らを対象に行われ、生徒らは紫外線による肌へのリスクだけでなく疲労につながることを学びました。特に屋外でスポーツされている方は、運動による疲労と紫外線による疲労のダブル疲労を予防しやすくなっているかと思います。日焼け止めで紫外線から肌を守ることで、運動による疲労回復にエネルギーを使うことがあります。ただ塗っていればいいと思ったんですけど、この塗る意味がちゃんとあるんだなって分かることができました。出前講座では実際に日焼け止めを使って正しい塗り方などをレクチャーし、健康管理の一環として日頃から紫外線対策をするよう呼びかけていました。